騎馬像は、馬に騎乗した人物を表した肖像のこと。多くは、青銅製であるが、木、石、陶器などを素材とした作品もある。なお、西洋における騎馬像はモニュメンタルな彫像を指すのが通例であるが、日本語の騎馬像には、商品の彫刻や絵画作品なども含まれる。それらについては、下の、絵画における騎馬像など、の項で説明する。 ローマ時代のマルクス・アウレリウスの騎馬像は、ルネサンス期の騎馬像に、多大の影響を与えた。ルネサンス期のドナテロ作、ガッタメラータ将軍騎馬像。人類は木、石、銅、聖銅、陶器などを使って様々な像を作ってきた。そのうち、馬に乗った像のことを騎馬像と言っている。多くは、聖銅でできている。騎馬像の古いものとしては、古代ローマ時代に作られた。 現在、ローマのカンピドリオ広場にあるマルクス・アウレリウスのものがある。中世には、騎馬像はあまり作られなかったが、ローマ時代から千年を経たルネサンス期にイタリアで初めて作られた、騎馬像、ガッタメラータ将軍騎馬像などに多大な影響を与えたと言われている。騎馬像は、近代国家が始まった西欧で、王、政治家、軍人のもの多く作られた。 特に絶対君主制の下で多く作られて、フランスのパリに、ルイ14世のもの、ロシアのサンクトペテルブルクに、ピョートロ大帝のものなどが、日本では、明治時代も、後半、19世紀の末になって、政治家や軍人、武将の騎馬像が作られるようになり、高村幸運、新海武太郎、北村聖望などの著名な彫刻家も制作している。20世紀前半、 心境に設置した小玉玄太郎の騎馬像など、併合後の朝鮮、咀嚼地、大連、満州帝国などに設置された騎馬像は、終戦時にすべて取り壊され、また東京、三宅坂に設置した寺内正武玄水の騎馬像などは、1943年の銅像教室で居つぶされた。20世紀後半は騎馬の美を強調して、平和的な、 また国際的な芸術作品が多く作られている。中国では、東山祭に騎馬像がしばしばモチーフとして用いられ、その後は芸術的な彫像として騎馬像及び騎馬像群が作られた例が多いが、一般的に屋外に展示されて今我々が一般に騎馬像と呼ぶものは少なく、ただし20世紀後半になりいくつか作られている。なお、ほとんどが 男性の像であるが、女性の像は、日本の共栄午前、中国の王将君、フランスのジャンヌ・ダルクなどのものがある。馬上の人物の死に方によって、馬の足の上げ方が異なるという説があるが、都市伝説の類に過ぎない。地域別、国別、都市別の五十音順。日本、編集北海道、東北地方、編集関東地方、編集中部地方。 編集関西地方、編集中国地方、編集四国地方、編集九州、沖縄地方、編集付け、永久にまたは一時的に破壊された、騎馬像、編集台、編集中国、編集中国台湾、編集朝鮮北、編集朝鮮南、編集モンゴル、編集インド、編集。ありがとうございます。